CPU 動画。おはようございます。今日はね、ちょっとテニスに行きます。いや、ええ天気やな。最高、テニス日和や。なんかこういう時 YouTuber の人ってめっちゃいい車乗ってへん？外車とかさ。僕車興味ないんよな、別に。もう思いっきりこれも国産車なんか僕そんな高いものを買う趣味はないので、車も別に興味ないし、時計も興味ないし、っていうか時計に至ってはもう身につけてないからさ、スマホやからさ。なんやろ、そんな僕高いもの買う、まああれかな、ご飯とかお酒は好きやからそこにお金は使いたいかな。ギャンブルもせえへんしな、タバコも吸わへんし好感度上がってんちゃうこれ。あのね、僕ね、グループ競技できないのよ。野球とかサッカーとかそれ仕事でもそうなんやけど、グループで何か仕事ってできないのよ。だからそうすると僕ができるスポーツって限られてて、でテニスって、まあ、基本的に一人で完結するやん、シングルスやったら。だから僕すごいテニス好きね。っていうのでね、今日は皆さん、僕のロジャー・フェデラーバリのねテニスを1時間じゃ今からお届けしようかなどこにニーズあんねん。明日かな、いや明後日から僕にいつ筋肉痛が来るのか、皆さんお楽しみにじゃあ今からシャワーかかって、梅田 CPA に行って、材料を2コマ取ります。まだ今日も頑張るで。はい、収録室来ました。こちらでね、皆さん僕はいつも撮っていますが、どうですかこれね、うん、あ、汚いね、汚いね、汚いですね、梅田校の収録室を私物化する男、上田雄介です。どうもこんばんは。結構ねびっちり書いてるでしょうね。あの皆さん、結構僕はですね予習してるんですよあのしてるね、あの受験生よりもしかしたらしてるかもしれないね、まあこう喋るのって僕の場合はなんやけど、こういうテキストとかメモに喋る順番を1番2番3番とかこう振っていくんですよ。なんかそうすると流れるようにね、こう喋りが出てくるようになるので、僕はねこう番号を振っていくっていうタイプの予習の仕方、あるいはメモの作り方なんやけど、あの講師になりたい方はぜひ参考にしてください。はい、皆さんこんにちは。じゃあ今日はね、第17章時価の算定に関する会計基準ということで、今日も楽しくねやっていきましょうね。でこの25章の金融商品の板書した時に僕が喋ったの覚えてる？要は実現主義と時価評価っていうのは相入れないんですよって喋ったんですよ。無事ね、今日も起きれました。今から東京に行きます。新宿ライブに行ってきます。おしゃれにスタバでも買ってね、新幹線乗ろうかな思って。
スチャイラテが一番うまい。東京着きました。今日もね、新幹線の中で、たっぷり予習しましたから完璧な授業ができると思います。今日も最高の講義にしよう。終わった終わった終わりましたね。皆さんおめでとうございますね。これで無事に、経学マスター期が終わりました。さあ、今は4時半ですか。まあどのくらいになるか分かりませんがもうなんか延々喋ってたらみんなそのうち1人2人と帰っていくんちゃうかなと思いますけれども、僕の場合ってだいたい人生いっぱい壁にぶち当たってるんですよ。壁にぶち当たってる感を見せてないだけ、いっぱいぶち当たってるんです。おい、はい、どうも皆さん、こんにちは。バリンカイクルシの試合でございます。始まった。今日のお店はこちら。あ、こちら、はい、絶対分かんない店です。どこやねん。どこ取ってくれてん、これマンションの店みたいな。すごいな。え、うわー、え、これこれプライベートサロンで若干怪しげな。違う違うすげえな。家やろ、全部家やろ、全部ここ店やろ。Vlog 撮ってんねん。あ、すげえ。ごめん、宮城くん、宮城くん入れちゃった。初登場にちは。初登場。終了コースだろうな。やってくれてるね。よろしくお願いします。今日何の会これ今日何の会。はい、乾杯。乾杯。このために皆さんおはようございます。いや、昨日ね、乾杯してからね、その後記憶ないね。僕はどうやってこのホテルに帰ってきたんでしょうか。ミスチルの曲で、あんまり覚えてないやっていう曲があるんやけど、まさにそれです。ということで、今日も気持ちも新たに頑張っていきたいと思うんですが、あー、二日酔いやな。黒井と宮城に飲まされすぎたな。僕二日酔い治るトリガーって卵なんですよ。卵料理食べること、これですね。皆さん卵スープをね飲んで、酔いを覚ましていきましょうね。しみるな、しみるよ。見てください皆さん、お部屋から見える風景、そしてお部屋から見えるお花が美しいですね。僕もあの花のようにね、今日も頑張りたいと思います。それでは CPA 新宿校に行ってまいります。ちょっと飲み物を取りに CPA ラウンジに来ました。二日酔い治りそうな飲み物はですね、皆さん、これフルーツジュースがありますね。リンゴとみかんと、あー、いいね。ちょっと今日はね、僕はここのジュースを全部飲み干してやろうと思います。 YouTube っぽくなってきた。はい、皆さん、経学上級討論の2回目ですね。お疲れ様でした。まあね、今回から計算と理論とね、両方出てくるということで、まあ、本試験と同じで、出題の討論になりましたね。まあ、いかがだったでしょうか。はい、今日も無事に取り終えました。いや、まあなんかね、毎日一コマは取らないと不安になるですよ。なんかあれ、俺配信日忘れてんちゃうかなとかね、あれ今日授業取ってないな、不安みたいな。やばいでしょ、病気でしょ、仕事ホリックでしょ。これが講師の差がなんですよね。ってことで皆さん、ホテルに帰ります。
ホテルに帰ってきました、昨日はね、なんせもう記憶がなかったので、ちゃんとホテルを紹介できませんでしたね。今日はちゃんとホテルの入り口からね、紹介しようと思いますよ。中庭がちょっと暗いけどな、明日の朝中庭をちゃんと皆さんお見せしたい。長いですねこの廊下が。すごいねこれ、祭りやん、祭り行われてる。クジャクかなこれは。すごいな、なんかちょっと贅の極みっちゅう感じやな。皆さん今日も お疲れ様で、明日恒例のホテル紹介タイムと。え、海老蔵、いやすごいね、殿様やな。最高。あ、もう酒一滴も飲みたくないわ今日は。ああコーヒーが一番いい。さあ部屋に帰ってきましたけども、ね、今から僕はここの本を読みます。天才の栄光と挫折。なんかね、数学者列伝ってこうベッて書いてますね。なんかこう天才数学者の美しい公式を生み出すまでの挫折を描いた本だと、先生ぜひこれを読んでくださいってプレゼントされたんですね、受講生からね。なので読みます。いいねこのちょっと和の部屋で、読書の春。いいよね。でもね天才はね、まあ、前の Vlog でも言ったけど憧れがあって、それしかできない天才ってすごい憧れるのよ。例えば人間失格っていう映画があるんやけど、まあ、小栗旬が主演でやってるやつ。でその小栗旬がまあかっこいいっていうのもあるし、人間失格で描いてる、まあ、太宰治っていう人間の生き様がすごい僕は好きで、めっちゃダメなやつなのねマジで。もう本当に人間としてダメなやつなんだけど、文章を書く才能だけは突出してあってみたいな、なんかそういうのに僕すごい憧れがある。太宰治になりたいっていうか小栗旬になりたい。アイザック・ニュートンの話をまず読みましたけども、これすごいこと書いてるね。いかなる天才といえども無から有を生み出すことはできない。必ず手本がいる。人間の頭脳はそのようにできている。人類最高の頭脳ニュートンにおいてもしかりである。微積分ではフェルマー、積分法ではウォリス、両者の関係についてはバローという手本があったって。ニュートンも無から有を生み出してないんやって。そうなんや。じゃあ僕ごときが無から有を生み出すなんておこがましいな。すげえ。確かに手本はあったかもな。例えば僕の授業スタイルは僕の講師としての師匠の受け売りだし、師匠元気かな、連絡してみようかな、久々に。死んでへんかな。まあでもその師匠の喋りに僕のオリジナルも加えてっていうので、元は師匠の喋りが僕の原料になってるし、やっぱりそうか、無から有は作れないのか。だからね、皆さんもね、誰かこう目標となる人を決めてね、こんな会計士になりたいとかね。そうすると日々の勉強にしても頑張れるんじゃないかな。
なんか完全にこう自分のなりたい将来図のイメージがもう湧かない、全くイメージすらできないっていうのだとなかなか頑張れないから、なんかこの人みたいになりたいとか、そういうのがあれば日々頑張れるんじゃないかなと思ったりするよね。僕もまあさっき出た師匠なんやけど、僕の師匠ってまあもちろん会計士で講師だった人なんやけど、っていうかまだ死んでないねんけど、まだ生きてんねんけど死んだみたいな言い方になってたけど、僕の師匠って、まあ、若い時僕がその授業で習ってた時超かっこよかったのよ。あのスーツバシッと着て、でオールバックで、でもうね竹野内豊みたいな、マジで竹野内豊会計士のすげえかっこいいこの人、しかも授業も超面白い、超わかりやすい、わあ僕こんな会計士になりたいって、多分当時あの人に憧れた受験生って多かったんちゃうかな、まあ、僕もその一人で、今その師匠にちょっとでも近づけてるのかしら僕近づけてたら嬉しいけど、いや考えさせられるね、いいねこの本、ちょっとシャワーかかってベッド行ってようか、眠いね。ちょっとエガチャンネル見て寝るわ僕 YouTube 見るときってなんか編集技術に着目してみちゃうねんけど、うわどうやってこの編集してみやろうとか、編集凝ってるとか、これも仕事ですちょっと YouTube 見るから、おやすみ。皆さんおはようございます、無事起きれました。いやいいね、朝からちゃんと起きると気持ちいいね。見てください皆さん、この中庭ね、これですよ、滝がすげえな。中庭にねやってきました。いやいいねこれ、素晴らしいね。なんかね年とともにねこういう和の雰囲気、っていうの、こういう和の雰囲気がさすごい年とともに好きになってきて、何やろう、土に帰ろうとしてんのかしら。この梅とかねいいよね。なんかねもうね39歳になるとね桜よりもね梅派になるのよ何やろういや気持ちいいね、心がね、現れるね、ね、早起きして中庭を見て、そして、大阪に帰るともう老人のようなね、生活をしています。あのね、結局筋肉痛来なかったね、まさかの筋肉痛が来ないっていうね、歳やな、歳やわ。いやーやっぱりねこれぐらいの年齢になって思うのは、次どうしていこうかなっていうのはすごい思うね。まあ僕の場合は、まあ、講師業をずっと極めようってやってきてて、この次の展開っていうのが何にしようとすごい悩む時期ではあるね。まあ一つがねこの YouTube だったり、まあ、例えばこういう Vlog なんてのもね新しいことをやってるような気がするから、まあこれはこれで楽しいんだけれども、なんかもう一つなんかまだまだチャレンジできるんじゃないかなとかいう気もするし、でもちょっと体の衰えも感じなくもないし、まあそんな中ね、まだまだ僕はチャレンジしていきたいとそう思ってますよ皆さんも常にチャレンジをする、そんな気持ちでね生きていってもらえたらと思います。では大阪に帰ります。次回 Vlog も楽しみに。